中華の歴史には大小様々な国が存在したが、その中でも南朝にできた姓は、最も狂っていた国家と言って良いと思う。そうかい、それは恐ろしいね。この国は、衝動姓という成り上がり者が建てた国だ。成り上がったぜー。上品に関門なく、下品に姓族なし。秦より続く南朝を最も的確に表した言葉だ。江南にできた秦こと東秦は、秦の貴族たちが芝一族を擁立して建てた国だ。詳しくは、東秦の滅亡、を見てね。それゆえに少数の貴族の力が強く、建国時よりその力は皇帝をも上回っていた。そこで皇族は軍部を徴用するわけだが、今度は軍部が皇帝に牙を剥いた。結局東秦は軍部の長たる悠々に滅ぼされ、悠々は新たに、宋、の国を建てる。結局武力を持った人間が強い。だが江南では大貴族が力を持ち続けた。そして悠々なき後、劉一族は権力争いを続け、結局秦と同じ過ちを繰り返してしまう。最終的に劉宋も軍部の有力者である衝動姓によって滅ぼされた。詳しくは劉宋の滅亡を見てね。こうしてできたのが今回の舞台となる姓である。衝動姓は劉宋の皇族を皆殺しにし、自らの息子には決して一族で争わないように厳命する。壮大なフラグにしか聞こえない。創業者である衝動姓は特に地盤を築くこともなく、建国から3年を待たずに死んでしまった。王衝動姓を死んでしまうとは。そのまま息子の小作が後を継ぐ。この人物こそが南朝姓の中で唯一名君と言われる姓の武帝である。名君かい、本当に名君なのかい。英明の地と呼ばれる地勢だったが、正直比較問題だと思う。武帝は戸籍を整えたり検地を行ったり、また貴族の力を制限しようとしたが、そのやり方は強引で、かなり多方面からの反発があった。誰でも利益を削られるのは嫌だからねー。洋の東西を問わず、中世紀の特徴は貴族と君主権の対立だ。結局江南では貴族が力を持っていた。そこで南朝の皇帝は、貴族に対抗する意味も含めて、恩公と呼ばれる人々を徴用し始める。恩公とな？皇帝に特に恩寵を受けた者、という意味だが、皇帝は関門出身者を文武問わず徴用した。武の頂点が悠々や衝動姓だったわけだが、文の面でもそういう人物がいたんだ。貴族に対抗するためだね。貴族はもちろんだが、次第に他の皇族に対抗するためという意味合いが強くなっていったな。恩公の多くは商人だったと見られている。商人がいたんだね。中華では漢の時代から貨幣経済が浸透していたからな。皇帝の権力を背景に、そういった商人たちは大きな力をつけていった。そうして誕生した大商人たちは、賄賂を受け取ることでさらに勢力を増し、さらに徴税権を得るようにもなってきた。そんな連中が徴税するのかい？徴税権はいわば国家が持つ最高の特権と言える。しかし中世においては、君主が必ずしも各地の徴税権を持っているとは言えなかった。そうなのかい？日本の中世でもそうだったが、特権的な貴族が荘園を形成し、独自の徴税権を保持しているケースが多いのだ。それは大変だねー。恩公に徴税権を与えたのは、貴族に対抗するためだと言えた。恩公は、大師、と呼ばれ、その力は次第に貴族をも凌駕するようになっていく。新たな勢力が生まれてしまったわけか。これは中世というよりも現代社会に近いかもしれない。近代から現代にかけては、産業資本家が力を握り、政治を動かしてきたわけだが、南朝でも似たような傾向が生まれたのだ。貨幣経済は必ずそういう方面に行き着くんだね。しかしここで大きな問題が起こった。何かね。単純に貨幣が足りなくなってしまったのだ。それは大変だ。それでどうするんだい？ローマ帝国と同じさ。質の悪い貨幣を流通させたんだ。ローマはそれでダメになったんだよね。悪化は良化を駆逐する。この時代より1000年以上先の言葉だが、まさにその通りの状況が生まれた。
質の良い貨幣は一部の者が独占し、現代風に言うとインフレーションが起きた。庶民は物が買えなくなるねー。しかも自分たちで作っておいて、国は税金は良価でないと受け付けないとのたまわった。いろいろとひどすぎる。ここで新たな貨幣を流通させればよかったのだが、武帝はそのようなことはせずに、むしろより一層貨幣による納税を奨励した。名君だったんだよねー。南朝政の中ではダントツの名君だ。これから先、何が待ち受けているんだろう。領価は国家に吸い上げられ、それは大商人のもとに行き着く。大商人はそれを使わないので、市中ではますます領価が不足していった。大企業の内部留保ばかりが増えていくようなものか。中央政府から遠ければ遠いほど領価が不足していく仕組みに、人々は疲弊していった。取られるだけ取られるのにまるで恩恵がないんだもんねー。経済が良くなるわけもなく、政という国は内側から崩れていくことになるのである。ダメになる国はどこも似たような構造を持っているなー。それでも武帝が生きている間は、まだ国としての体裁はあった。問題は武帝が死んだ493年に起こる。武帝の次の姓の皇帝が誰なのか。これはすぐには答えられない難問だ。どういうことだい？武帝の皇太子は象徴坊という人物だった。しかしこの人物は父である武帝よりも前に死んでしまう。これは嫌な予感しかない。そして直後に武帝が死んでしまったので、後継ぎは皇太子の子供、つまりは武帝の幼き孫に決まった。この孫の名前は小小陽というのだが、まだ二十歳ぐらいの若者であったことから、一族の有力者が政治を担当することになる。これはもう、悪夢の再来としか思えない。この小小陽という人物、かなり人間的に問題があったようで、武帝や父が病気に倒れた際にはそれを喜び、武帝が死んだ後はその長期や皇后と陰頭の限りを尽くしたと言われている。おじいさんの妻だった人たちだよね。まあ、このあたりは捏造の可能性もありそうだが、優秀な人物でなかったのは確かなのだろう。また、このような凶楽の裏には、一族の小乱という人物の暗躍があったという。また一族同士の争いが始まるのか。深夜郵送もひどかったが、正直南朝政に比べれば幾分マシだったようにも思える。そんなにひどいのか。小乱は建国者である小道生の兄の子で、幼い頃に父を亡くした関係で、小道生によって育てられたという経歴を持つ。小小陽の政権は、この小乱と武帝の子供であった小子陽の二人が実権を握っていた。みんな同じ姓だからよくわからなくなってきた。小子陽は南朝姓の中で最もまともな皇族だった。まともな人間もいたのか。彼は庶民が収奪されている現状を嘆き、父である武帝に還元を行った記録が残っている。曰くの農民の収入が少なく得られるのは悪化ばかりで、それなのに国は領価を税として納めさせようとしている。その苦しみは激しく、逆に領価を持つ者の富はますます増大していくばかり。この人物が皇帝になればよかったのに。小子陽が生きている間は、まだこの国はなんとか機能していた。しかしこの人物が死んだ494年から、南朝政は滅亡に一直線になるのである。一体何が起こるんだろう。小子陽が死んだことで、小乱に歯止めをかける者がいなくなってしまった。小乱は武帝の孫である小小陽を殺害し、皇太后の名をもって廃帝にしてしまう。皇帝を殺害するのかよ。南朝ではよくあること。絶対にあっちゃいけないだろう。それほどまでに南朝の皇帝が持つ権限は弱かったんだよ。小乱は廃帝の理由にするため、小小陽の凶楽を煽っていたと言われる。小小陽は、最終的に、高級で目かけと過ごしているところを襲われて死んだようだ。高級に皇帝以外が入るのか。小乱は、新たに小小陽の弟である、海陽王の小小文を帝位に据えた。小小文この時14歳。わかりやすすぎる傀儡だな。小小文には一切の自由がなく、食事の献立すらも決める権利がなかったという。気の毒すぎる。即位からわずか2ヶ月後、小小文は廃位となった。そして小乱は自ら皇帝に即位する。南朝政の明帝の誕生である。
結局自分が皇帝となったのか。明帝は廃帝となった昭昭文を殺害し、武帝の子山郷を一人残らず殺戮してしまった。同じ血族なのに。同じ血族だからだろうな。明帝はかなり人格が破綻していたようで、自ら殺害した皇族の葬儀にて、人目もはばからず号泣したという話が残っている。演技なのか本気なのか。同族を殺しまくった罪悪感からなのか、明帝は次第に道教にのめり込み、そして在位4年目を待たずして死んだ。これでこの国も平和になるだろうか。誰もがそう願った。しかしこの時人々はまだ知らなかった。本当の恐怖はこれからだということを。南朝鮮が中華史上最強国家だった理由は、主にこの人物によるものである。東根公昭奉還。おおよそ儒教的な美徳からはかけ離れた人物で、若い頃から悪道大使と呼ばれ、即位前からかなり評判が悪かった。そういう人物でも、世襲国家だと皇帝になっちゃうんだよな。即位早々、昭奉還に試練が訪れる。試練とな。父である明帝の葬儀があったのだ。そりゃあるだろうね。明帝の遺体を前に、重臣は激しく慟哭した。皇族をたくさん殺したけど、部下には慕われていたんだな。しかし重臣が激しく慟哭しすぎたせいで、見えてしまったのだ。何が見えてしまったんだい？明帝の剥げ上がった空気か頭かだ。それを見た昭奉還は大爆笑してしまった。ガリズのコントか。まあ、まるでコントのようだが、昭奉還は結局葬儀の間中笑い転げ、悲しむ様子を一切見せなかったということだ。これは不見を絶対視する儒教的価値観では、あってはならぬことであった。かなり大事なんだね。実際昭奉還の悪行がどこまで本当なのかわからない。歴史とはいとも簡単に捏造できるものなので、このエピソードも昭奉還を儒教的価値観から見て意図的に貶めたものかもしれない。真実は不明だが、今日まで伝わっている昭奉還は、まるで狂気そのものが具現化してしまったような存在である。昭奉還は即位するや否や、父明帝の重臣6人を殺した。その6人は、明帝より昭奉還の補佐を頼まれていた人物たちだったという。なんでそんな人たちを殺したんだよ。理由はわからない。口うるさく説教してきたからなのか、独裁体制を築くためだったのか、それとも創作だったのか。明帝も多くの人間を殺したが、相手は皇族に限られていた。しかし昭奉還には見境がなかった。6人の重臣を筆頭に、とにかくたくさんの人を殺した。特に馬に人を踏みつけさせるのが好きで、妊娠中の女性を馬で踏みつけて殺害した話が残っている。狂ってるなんてレベルじゃない？昭奉還は少しでも気に入らないことがあるとすぐに人を殺したようで、還元するものがあれば即座に処刑してしまったという。このパターンは何回か見た気がする。また、暴君のお決まりとも言える。豪華な宮殿の建設に乗り出す。この手の人物ってどうして豪華な宮殿を作りたがるんだろう。中華史における暴君のテンプレだが、20世紀におけるルーマニアの独裁者、チャウシェスクも規格外の宮殿を建てたな。詳しくは、エレナ、チャウシェスク、を見てね。独裁者になるような人間は自己顕示欲求が強い。宮殿はわかりやすい権威の象徴ってわけか。でも、税ってそんなにお金あったのかい？ないので当然のように重税を課した。これによってもともと苦しかった人々の暮らしが、さらに苦しくなったのは言うまでもない。そしてそのような状態であったのに、昭奉還の浪費はとどまることを知らなかった。人々から搾取した金で贅沢三昧か。昭奉還は半玉寺という愛称を気に入っており、豪華な庭園に黄金の歩道を作り、ハスの花を敷き詰めて歩かせたという話が残っている。贅沢のベクトルがいろいろとおかしい。あまりの放蕩ぶりに命がけで還元をした者もいたが、昭奉還はそういった人間たちを次々と無慈悲に処刑していった。これはもうダメなやつだ。人々の心は、すでに性からは離れていた。昭奉還が即位してから性の滅亡までわずか4年。その日はもうすぐそこだった。
当然のように反乱が頻発した。そりゃそうなるわな。しかし軍事的権限を持っているのは国家である。諜報官は予習使であった同族の少尉に命じ、反乱を片っ端から鎮圧してしまう。まだ生き残っていた同族はいたんだね。根絶やしになったのは武帝の子孫だけのようだな。ただ、諜報官は残虐な割に、いや、それゆえに猜疑心も強く、力をつけてきた少尉のことも処刑してしまう。本当にひどい暴君だな。中華史はもちろん、世界史全体でもワーストクラスだと言えるな。だが少尉の処刑は完全にヤブヘビとなった。少尉の弟である少炎が、諜報官の弟である諜報雄を擁立して挙兵したのだ。誰が誰だかわからん。みな同じ名字だからな。少炎の挙兵を知った宮中は騒然となり、人々はみな諜報官から離れていった。何されるかわからないしね。諜報官は最終的に、自身を守るはずの衛兵によって殺害されたと言われている。好き放題しすぎた皇帝の末路。なお、皇帝の病号や送り名は死をつけられるのだが、諜報官の皇帝即位はなかったことになり、病号や送り名の代わりに、闘魂公、という名がついた。どういう意味だい？東の愚か者、って感じかな。皇帝につけられるなじゃない？諜報官の弟である諜報雄を引き連れてやってきた少炎のことを、人々は歓迎した。これでようやく圧政から解放されるわけだもんね。諜報雄は兄の存命中からすでに帝位就任の宣言を行っており、歴史は彼を和帝と呼んでいる。新たな時代の幕開けだね。しかし和帝の治世は就任から約1年、実質的には半年もなかった。何が起こったんだい？少炎がその欲望をあらわにしたんだよ。魏の時代より、皇帝に禅譲を強要する例が増えたが、少炎もそれらの例に漏れず、和帝に対して禅譲を迫った。禅譲の意味が歪められていく。禅譲とは本来、血縁関係によらず、徳のある者に政権を引き継ぐことを言うからな。それを迫る者に、果たして徳などあるのだろうか。ないからこそ現状このようなことになっているのではなかろうか。こうして502年4月30日、南朝政は滅び、新たに南朝領が誕生した。なお最後の皇帝である和帝は、そのわずか3日後に少炎によって殺されている。利用するだけ利用して殺したのかよ。なお和帝は死亡時14歳前後だったと見られている。漢の検定を生かしていた総比がマシに見えてくる。このような建て方をされた国が長く持つわけもなく、南朝領もまた約50年ほどで滅びることになる。南朝政はどれぐらいだっけ？約20年ぐらいだな。非常に短い。ちなみに建国者である聖道政の時代、倭国からの使者が来ており、聖道政は、倭王部に対して、陳東大将軍、の位を授けている。倭国って日本かい？多分な。この記録は陳訳という人物によって編纂された草書に記載があり、草書の編纂を命じたのは南朝政の武帝その人だった。なお草書の編纂には時間がかかっており、完成したのは陽の時代だったと見られている。珍しく同時代を生きた人が編纂したんだね。それゆえに信憑性は高いとされているな。じゃあ一族による骨肉の争いは本当にあったんだ。諜報官による暴政も本当にあったのかもな。政ではわずか20年と少しの間に、7人の皇帝が誕生し、そのうち3人は廃帝となっている。悪い意味で激動の時代だったね。政は勇壮野心と同様、皇族同士の殺し合いが多かった。そして政に続く領も、似たようなことを繰り返すのである。まるで成長していない？中華の混迷は、まだまだ続くのであった。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。